はい、二月十五日木曜日、一周地マレアマスキー場です。時刻は十時半を回ったところです。天気は雲多めなんですけども晴れですね。太陽はずっと出ています。そのためですね、もう朝からオープンの前からですね、気温が五度、六度、七度とどんどん上がっていきまして、今日予報だと多分二桁以上 まあ11度、2度、3度みたいな感じで上がっていく予報だったと思うんですけどもこの暑さからしてですねまあ昨日もこれくらいまあ10度以上11、2、3度みたいな感じで暑かったんだなと今、思い出されるんですけどこの暑さの影響で,ですねまあ表面上、コースのですねー表面上の雪はかなりあの緩んでまして えーまあ、足場がしっかりできてますので、えー、中斜面以上、えー、ですね中急斜面、急斜面といってもですね足場しっかりできてますのでできますのであのスピードある程度出してもですね、えー、いつもより思い切ってあの滑れると言いますかあのその点、すごいいいなと、まあ、ただあの、そうは言ってもですねまだ2月ですので、えー、下地しっかりありまして えー、本当になんか思いのままずらしてもよしあの板を立ててもよしっていう感じであの非常にあの快適に滑れています。であの今シーズン、まあ、雪は少なめなんですよね、まあ、それで、まあ、石内丸山に限らずなんですけどで石内丸山に関してはあの地形ですねその夏の地形があのそのままこう冬に反映されていまして。 なんかこんなところ、あの、なんか段差というか、えー、あったのかとか、なんかこういった壁の使い方あ、あの壁遊べるんだとかですね、なんかものすごく、あの、探すとあちこちにあってですね、あの非常に、 あの地形遊び、今シーズンものすごく楽しいですね。まあ、本来ならばですね。雪があの溶けかかって雪が本当に少なくなってきてですね。まあ地形の形っていうのが出ると思うんですけども。今シーズンは2月にそれがもう始まっています。まあ、ただですね。まあそうは言ってもやっぱり2月なので、あの雪っていうのはあのまだそんなにあの春みたいにこう。川が流れるほど、やっぱり溶ける。 時計はしないんですよねなので、あのー、本当にあの連日いい感じに雪がつきっぱなしになってましてでその地形がそのままになっているということで、まあ、その点があの春とあの全然違うなということで、えーまあ、まだまだ、あのー、知らないシーズンと言いますかね、えー、知らないそのスキー場の,あの表情と言いますかというのをあの感じながらあの今日も滑れてます。ます、あ。 あの半袖 T シャツの方がです、ね、1人かな、昨日よりは少ないんですけれども、あのーまあ、手袋しなかったり帽子しなかったりあとはあのー、ウエアです、ねえー、の前をこう開けながらこう滑られている方の姿はやっぱり結構見られますね、いや本当に <laughs> 暖かいというかこの日ざし暑いですね。はい えー、ということで今日の石内丸山スキー場の様子でした以上、えー